全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは内加賀市と、まず何が行きますか。内から押して7番フォーマンゲーマス、17番ルノーキングダム譲りません。その後は6番レッフーザ、そのうち2番スターレットキング、1番人気1番ミレニアムマシリタ、この位置各馬1コーナーに入っていきます。外から13番プラチナムセレブル、7馬身相手11番鍋のダイナスキ、少し差が開いて14番パーバンクル、5番ビルバイン真ん中あたりにつけています。続きまして15番ミントリーユモノテ、内から9番セクシークイーン、これから向こう上面に入ります。内から8番ジョイリア、16番マザーズデイ、内から10番グロリアスタキオン、その外12番カオスプリンセス。 1000m の通過タイムは1分0秒2、1馬身相手4番バロンネイチル、そのうち3番シャガシティ、18番クロキオンベガ後方、冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は2番スカーレットキング、後ろに6番レッグーザ、13番プラチナムセレブル好位をキープ、17番ルノーキングダム、各馬大欅の向こうを通過。1番人気1番ミレニアムマシリカ、この位置、これを見るように外側7番トーマンエマス、6馬身相手11番鍋のダイナスキ、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線の攻防、スカーレットキングわずかにリード、400を切って先頭スカーレットキング、その後レッグーザ、スカーレットキング粘っている、迫るレッグーザ、わずかに先頭はスカーレットキング、残り200を切った、プラチナムセレブル捕らえにかかる、プラチナムセレブルかわして先頭に立った、ビルバイン差を詰める、プラチナムセレブル押し切ってゴール、勝ったのはプラチナムセレブル、鞍上は戸崎啓太騎手、プラチナムセレブルブリーダーズカップを制しました。2着ミレニアムマシリカ、3着にはスカーレットキング。